守る聞いて。学ぶ、そんなに慌ててどうしたんだい。外で放送が流れて何か言ってたんだ。あれは何だったのかな。あれは防災無線だよ。そうなの。聞き逃しちゃったよ。どうしよう。これを見てごらん。どうして携帯でわかるの。メールアドレスを登録しておけば防災情報が携帯に届くんだよ。それはいいね。僕も早速登録しようっと。